しゃべくり松代始まるよ。はい、皆さんこんばんは。10月3日月曜日、しゃべくり松代の時間です。今日の担当は片桐です。今日日中はこの松代でも大変いい天気に巡りましたが、朝夕は非常に冷え込んでまいりました。本当にストーブなどが欲しい季節になってまいりましたが、そんな中今日は第3弾といたしまして、八代線につきまして、住民自治協議会の中島会長さんをおいていただきまして、そのお話をじっくり今日はお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いしたいと思います。まず最初にですね、この2月2日に廃線が決定いたしましてから今日町のまでのですね、経過について、ざっとお話しいただければ、その後まだ本題に入っていきたいと、こんなふうに思います。よろしくお願いしたいと思いますが、それからですね、やっぱり今日は大変な重要な課題がたくさんございますので、時間を延長して30分の放送となります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。それではあれですか、私の方から。はい、はい、2月2日の活性化協議会で、院さんの多数決で、八代線の廃線、そしてバス代替案による公共交通の確保という方向に、決定をされて、その後長野電鉄が来年の3月31日をもって廃線をするということを国の方へ正式に手続きをされたということで、今現在、もう廃線は明確に決まってしまっているということで、それに代わる公共の足としてバス代替案をどうするのかということが、各地区の産業部会で検討されていて、それが10月ごろをめどに、およそその案が出来上がってくるということなんですが、我々とするとやはり鉄路を残した交通機関というものがどうしても必要だと。バスではやはりこの403号線の現状を見たときには甚だ困難という判断をしておりまして、そういったことで今現在、鉄道を存続させて、そこにディーゼル車両を走らせようということで今進めているというのが現状でございます。はい、そうですね、バス代替ということで、もう進んでいるようでございますが、先日のですね、新米の掲載によりますとですね、市の交通政策課でアンケートを取った結果、沿線の病院とか高校ですね、そうすると8割の学生が利用しないと、こういうアンケート結果が出たということで、これについてはどんな思いでしょうか。これはどうも市の方はですね、私は本当に正確な数字を把握しているとは思えないということで、実態数字とどうもかけ離れているなという感じを強く持っています。現実にやはり朝晩ですが、朝の通勤の人たちだけでですね、やはり夏場で600名ぐらい、冬場スポーツのシーズン等が終わって自転車通学も雪等で困難になるとですね、電車通学が今現在それから2割3割増えてくるという状況の数からすると、そういった人たちの本当の実態を把握して、その上で本当に乗る人が2割、そのうちの2割なのか、あるいは全生徒の中の2割なのかということがはっきりしてませんので、ここは我々としてはその数字は全く信じておりません。むしろ実際に使っている方が、200人300人おられるわけですから、そういったことからするともっと正確に把握してほしいなと
というふうに思ってます。そうですね、実情ねきちんと踏まえた上でお話しいただければですねはっきりするわけですけれども、また先ほどの中にもですねそのジーゼル化というお話がね、出てきましたけれども、これについては本当に具体的に加地さんの方で提案されて皆さんに訴えておられますけれども、それについてここでまた改めてお話しいただければと思うんですが、はい、電車に比べまして、架線がいりませんので、また電気系統の変電所とかそういった設備もいりませんから、うん、走らせて、1人当たりお客を運ぶためのコストとして見た場合に電車よりもディーゼルの方が安く済むということ、それから、素人考えでディーゼルを走ると煙に出てですね、今でいう二酸化炭素等が出て電車よりも悪いんじゃないかというふうに私も当初思っていたんですが、まあ、当然電気も発電するときには化石燃料を焚きますし、今回の原発の問題等があったりエネルギーそれぞれ使っているわけですが、ディーゼルも電車も一人当たりのそういったことでのコストはほぼ一緒です。あ、なるほどね、ですが、バスなんかに比べますと3分の1、マイカーに比べると9分の1という、はるかに低い、エネルギーコストで、移動ができるということが一つディーゼルを導入しようとした理由です。それとやはりその今現状ある線路が十分しっかりとした線路ですし、細かく言えば対象年代の線路が約8キロ残っていますから、それは今後きちっとした線路に張り替えることはやれば理想かもしれませんけど、現実に細い我々が問題視されている線路程度のレベルは上田交通は当たり前に使ってますので、そこが全く問題はありませんし、我々としては高速で、100キロ、120、30キロもスピード出すならまだしも、そうじゃなく通常のローカル鉄道として走るにはですね、今の線路で十分安全は確保できるというふうに専門家の見解は聞いておりますので、そういったこと等を全部合わせてディーゼルが一番コストも安いし安全で安心して、老人にも優しい、輸送機関として、通用するということで今進めているのが現状です。はい、なるほどね。この資料を見ますとですね、本当に事細かにですね、このディーゼルにした場合のですね、こういったことを試算されて、この資料として、見ておるんですけども、これだけのものを、ね、きちんと調べていただいて、これでは大丈夫だというような、確信を持ってお話しいただいておりますもので、ぜひそんな形でですね進めていきたい、ものでございますですね。それからですね、それに関連して、ついこの間9月の28日、サンホール松代で、元気な街づくり市民集会がございまして、ちょっと私もそのところへ参加させていただいたんですけども、ここではですね、特にこの八代線の問題に絞って申し上げますと、市の交通施策課では、持続可能な交通施策と盛んにこう訴えてですね、ジーゼル化とか第三セクターやるとのなんか否定的な感じを受けたんですけどね、そんなことについてはどんなふうに受け止められたでしょうか。そうですね、私はズバリ申し上げて、どうしても行政の責任者の方はですね、鉄道はやりたくないということが、どういう理由か分かりませんけど、それを明確にお持ちになっていらっしゃるんで、我々の考えていることに関しては全て否定するということで、バスがいかに有利かというふうに繰り返しおっしゃっていらっしゃいますけど、現実に、どういうわけかその前の27日の日長野市の交通政策課が用意をして、我々も試験乗車しましたし、須坂市並びに千曲市からも、市の職員が同乗しましたけど、当初の予定したよりもはるかに時間がかかって、
ダイヤを組む上においては1時間30分片道かかるという、うん、あの時間の所要時間からするとですね、おそらく今後バス、代替バスのダイヤを組むときに相当無理が生じてくるなということは実感として分かりましたし、むしろその走った時間がですね、ややもうラッシュ時間を、うん、過ぎた時間に走っていながら1時間半ですから、本当にピークに走ったら、うん、もっと時間かかっただろうということですが、目して語らず、うんまあ、我々がそれを追求してもですね、何にも答えが返ってきてないということからすると、うん、本当にあのバスが一番理想だということで自信を持ってお答えになっているにしては、現実とのかけ離れた実態というのがどう今後説明されていくのかなというのは、私どもとしては非常に注目してますし、ああそうですね、注意深く見守ってまいりたいというふうに思ってます、はい、確かにね、まあ、今市の方としては4月1日以降のですね、来年の4月1日以降のその市民の足ということで、とりあえずまあバスということであれしてるんでしょうけれども、あれですよね、これそれが始まってもですね、やっぱりこのニゼル化というものをですね、引き続きこう検討していて、まあ、途中ででもいいですからね、そういったことに方向の軸足をそちらに向けてもらうようにする運動も必要じゃないかと、こんなふうに思いますけどね。我々も全くそう思ってますし、うん、来年4月以降その姿を見ればですね、住民もそれから 社会もですね、これが異常なあの交通手段であったということが私は明らかになるというふうに思いますし、もう一つ我々が注目してますのは、この秋の臨時国会で交通基本法が大きく変わるということがございます。これは皆さんもご承知のように、地球の温暖化という問題が盛んに叫ばれてまして、二酸化炭素のいかに削減するかということが地球上国際的な問題として各国が取り組んでいます。それに向けて日本も戦後ずっと車の発達に合わせて道路と同時に、車に有利な政策を取ってきたわけですが、二酸化炭素削減のためにはもう一度やっぱり鉄道をよみがえらせて、車から通勤も含めて車から、鉄道への通勤に切り替えさせようというのが、うんうん、新たに、法律化されてくるわけです。その矢先にあえて全く逆の方向で鉄道を廃止してバスにするというのは、うん、我々としてはおかしな話だなというふうに思ってますので、来年4月以降もですね、粘り強く国の方針が大きく変わるわけですから、我々としては必ずもう一度鉄道にチャンスが生まれてくるというふうに確信を持って行動していきたいというふうに思います。そうですね、はい、大いに期待が持てますよね、はい。それではですね、まあ、そんなことを踏まえてですね、8月の29日ちょっと先行きますけれども、その時に、住民集会が行われましたけれども、その模様をですね VTR に収めてありますので、ちょっとそれをご覧いただいて、その後またコメントいただきたいところに思いますが、ちょっとご覧いただきたいと思います。安野線自身を、まあ、この結論は出てるんだけども、住民としてどこまでみんな考えるんだということが一つ残された道かなと。それはしっかりと示せれば多少なりとも場面は変わってくるんだなということを、安野線がたった1、2年の議論の中で結論付けられて、廃線を余儀なくされるということで、あ、そうですか、真っ白特有の、あ、それではしょうがねえな、ダメだな、諦めの境地にこの電鉄の問題も入っていくならば、これはまずいなということが私の今の心からの心情でございます。お手評議会の時に、まあ、委員として、参加しまして、でこの2月の決定の時にもです、存続廃線の、まあ、決定の時にもですね、私も、まあまあ、意思表示というかですね、
賛否について投票させていただいたわけです。になりました。それで、乗客は 2,3 年で3分の1が減り、5年経った時には半分になったそうです。それでこのまま行けば多分バスも廃止になっちゃうんじゃないかと、こういうふうに言われています。現状ではやっぱり数字対数字の勝負になっちゃうっていう形になろうかと思います。いわゆるこれから北陸新幹線が出て長野は通過地点だっていう懸念がございます。でこれをですね、加藤線のその歴史や文化ですね、それからいろんなロケーション、こういうことを含めて地域づくりをしなきゃいけないと。ディーゼル化にするならば猿が運転するようなディーゼル化にするとか、全国の子供が親がその、真っ白に来て社線でお猿の電車に乗ってみたいと、こんなような要素も一つの地域づくりの一つの観点だと思います。皆様のですね、井の鉄道に対しての、熱い思いというものを、お聞きしたわけなんですが、そうしたあの意見がですね、多分この活性化協議会、長野電鉄の活性化協議会の中で反映されてこなかった、それがこういう形で沿線の方々が存続を望みながらバス代替というものが進んでしまっているのではないかなと思っております。ただし事例の中でもご報告しましたようにですね、
廃止届が出てから残った鉄道っていうのはいくつもあるわけですね。ですから廃止届が出たから終わりではない、廃止した日が終わりなんです。はい、というようなことでございますけれども、まあ、これほんの一部でございます。まあ、あれはかなり時間をかけて、住民集会が行われたわけでございますけども、まあ、もう分かりきっていることですけれども、改めてこの集会の狙いといいますかね、そういったものをどんなことでしょうかね。当日小平先生からも話が出ておりましたし、全国の中で、いくつか廃線が決まった後も存続に切り替わっていって成功した例っていうのがあるということからすると、その中に共通している言えるのはやっぱり住民の意識と盛り上がりというものがやっぱり非常にどの地区もですね大きく左右をしたという結果が出ております。そういう面で言いますと、私どももこの真っ白での住民集会をきっかけとして、その議論の輪がですね今現実に日々広がりつつあるということで、皆さん方やっぱり他人事じゃなくて自ら の, 課題として本当に考えてきていただいているんだなというのを強く感じておりますし、沿線の千曲市はじめ須坂市を含めた住民の中にもそういった声が非常に増えてきてますし、市会議員 の, 先生方もですね、いやそこまで知らなかったよと、これは本当に真剣に考えなきゃいけないなという声をかけていただいていますので、これはやはりそういう運動に展開していける可能性は十分にあると思いますし、それがまあこれからどうしていくか知恵の出しどころだなというふうに思っています。そうですね、やはり地元でですね本当に力を出していかなければこの問題も解決できないと思いますけれども、この間の住民市民会議の席上でもですね、鷲田市長はその今の市の考え方を覆すような提案をしてくれば話し合いのテーブルに乗ってもいいですよと、そんなようなニュアンスの話を、ね、されていましたけれども、はい、ぜひそのようにですねやっていきたいと思いますけどね。そうですね、いくつかやっぱり我々もそのアイデアは持っています、うんうん、ですからやってですね長野電鉄が過去の累損50億それから毎年1億7000万ずつ赤字が出てるよということが盛んにテレビや新聞等で書かれていますけど、私どもがそれを細かく精査しましたところ、本当にその50億の累損というものの中身の中に本当に八代線が走ることによって毎年大幅な赤字が発生してきたのかということになると、私は決してそうじゃなかったというふうに思います。やはり確実に1億からの運賃収入が入っておりましたし、どう見ても鉄道を運行させる経費だけを見たら2億7000万かかるはずがないというふうに私どもも思っておりまして、実際そこを調べていったときに、やはり今の置かれている長野電鉄さんの社内事情というものがいろいろありますので、ここの場では細かく申し上げられませんけれども、かなり八代線に他の負担が大きくのしかかってしまったと。そのルールは鉄道事業法の会計法の中で沿線の距離によって費用負担を安分するという部分もあるんです。そうすると須坂長野間の距離に比べて倍近くある八代線の方に、どうやくか費用が多くかかってしまう部分も当然出てくるわけです、うんうん、その結果がやっぱり八代線の表現上の累積損失と年間の赤字ということに私はなってきている要素の一つだろうというふうに思っています。それを裏返して今度ディーゼル化をやったときにはそうじゃなくて、必ず皆さん方がいただく運賃を中心として十分採算可能なスキームにしていかなきゃいけませんので、それにはいくつかのやっぱり先ほどの銚子電鉄の濡れせんべいの話、成功例もありますけど、そういったことも当然ですが、私どもが一番最初に今回岡山の岡山電気軌道の役員さんとお行き合いした際に
一番最初に言われましたのは、八代さんはやっぱり敗戦に追い込まれるの無理ないよと、うん、なぜですかというふうに聞きましたら、八代線は駅と駅の間があまりにも長すぎると、せいぜいローカル鉄道というのはやっぱり1キロぐらいが駅間の距離の、理想の限界ですと。ああ、 そうですね、それを見たときに、八代須坂間というのは2キロから3キロ平均にあるわけですね。そうすると駅周辺で昔は本当に歩いて駅行くことは抵抗なかったんでしょうけど、今はせいぜい500メートル範囲内で歩く移動が今の一般の方々の限界というふうに判断しなきゃいけないと。そうなると1キロ間隔に駅なり停留所を設けることによって広く利用者が使いやすくなるということで、もしやられるなら中間駅を積極的に作られた方がいいですねというアドバイスもいただきました。それで調べたところ、やはり今現在須坂八代間に中間駅が11あるわけです、それにさらに私どもは例えば真っ白の中で言いますと牧島平周辺、それから東寺尾の、A コープのストアの近くとか、あるいは清野小学校の近くとか、ああいったところへ停留所を設けることによって利用者はもっと確実に増えていくということからすると、千曲市の中にも土口とかいろいろ候補地がたくさんありますし、そういったことで駅をお金をかけないで停留所を設けてですね、そういったことで利用を図る、あるいはサポーター制度で爆弾業オーナーであるとか、あるいは協力者を募って、その代わり年間にその中の何割かを回数券でお返しする中で取り巻く友の会的なことでですね、鉄道を盛り上げていくということもやったり、あらゆることをやれば確実にやはり黒字化は十分可能だというふうに見ています。そうですね、やっぱりローカル鉄道はその速さを競うんじゃなくて、やっぱり地元の皆さんの利便性というものを、ね、一番重要しなければいけないと思うんですけども、今おっしゃったように確かに駅と駅の間は長いですよね。そうするとやっぱりそこまで行くに、特にお年寄りなんかは結局歩いていくところになると、とると大変になりますから ね、うん、そうですね。そんな面においても、まあ、ぜひねその駅を増やして、鉄路の残すようお互いに努力して頑張っていかなきゃいけないと思うんですよね。それからですね、先ほどの VTR の中にですね、長野市内の人じゃなくて外部からの皆さんがね、だいぶいろいろなご意見、ご意見出されて人もごく一部なんですけども、まあ、本当に積極的なご意見を出されてもらいましたけども、まあ、その中からですねいろいろ考えられることがあると思うんですけども、いかがでしょう。そうですね、先日29日の日に千曲市の方々に呼ばれまして、勉強会をしたいんでぜひ来て話をしてほしいということで、約60名ぐらいの方が集まって、市会議員さんとか沿線の区長さんとか、あるいは経済団体の人とか市の職員とか集まった中でお話をさせていただいて、非常に最後ですね、よく理解をいただいて、今後我々もしっかり頑張っていくよと、我々がやっぱりそこまで理解してなかったと、安易にやはり活性化協議会で結論を出してしまったということに対して今反省してんだという声もおっしゃっておられまして、確実にやはり、そういった理解者が広がって、運動の輪がですね私は広がってくると、ですが今の残念ながら、三市の市長はですねどちらかというと理解をいただけてない状況にありますけど、これはやっぱり行政が全て決することではないんで、住民の力ってものはやっぱり必ず反映していかれると思いますし、その中に立って市会議員さんもしっかりと活動していただけるように私どもも働きかけをしていきたいと思ってますが、やはり今後そういった面では我々の中にも厳しさの中にも明かりは見えてきてるのかなという感じを持っています。やっぱりお年寄りがに優しい、のは鉄道ですね。それでやはりバスの運行する会社の
お役員さんと話したときに、正直言ってバスの中で高齢者の転倒事故っていうのは非常に多いんだと。ですから座ったと思って運転手が発車すると座りきれてなくて転倒して怪我をするっていうのがどう応援してあるんだということを聞いたときに、我々やっぱりなんとか鉄道を残さなきゃいけないなと。安心して移動ができることはやはり、せっかく90年前に築いた先人の努力をつないでいかなきゃいけないなと、無駄にしちゃいけないなというふうに思っています。そうですね、ずっと長い間積み上げてきたものですね、ここでなくすことはありえないと思うんですけど、ね、もう時間もなくなってきたんですが、最後にですね、先日のその集会の後、皆さんにアンケートを出していただきましたね、はいはいはい、その結果がまとまって、はい、おると思うんですけど、はい、それについてちょっとお話しいただきたいと思うんですが、その時に来た方は全くその鉄道に対して逆に冷たい目で見てた人も確か来ていただいたんですが、全体の 95% の方がですね、賛成、協力していくよという中で、1万円以上の方が 40%、 それから2万円以上の方が 20%、 そして5000円、3000円という方が20数%ということで、合わせて 95% の方が何らかの形で資金援助もするからぜひ頑張りましょうと、私たちも頑張りますよということを答えていただいたということがあって、我々としては本当に嬉しく思ってます。そうですね、それが本当に住民パワーといいますか ね、 そ, うですね、それがあってこそですね、課長さんはじめ皆さん方積極的に前へ進んでいかれるんじゃないかと、はい、こんなふうに思います ね、 はい、まあ、お話はまだ尽きないわけでございますけれども、時間が来てまいりました。本当に今日お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくどうぞお願いします。さて、来週のしゃべくり祭の10月10日月曜日なんですけども、体育の日ですね、はい、パーソナリティは二本松さん、私ですね、ゲストはどうですか。ゲストはね、清泉女学院短期大学の学生さんということで、ピチピチの若い方ですねはい、こちらですか。ここはあとでまたね、詳しくお願いします。内容は5月18日に行われました街歩きのツアーがありました、ね、その結果報告、はあ、報告と、それからその翌週があれなんですよ、聖戦祭なんですよ、学校祭、再来週か、再来週ですね、はい、で松代というか夢空間と、それから、松代テレビ局もできれば、しゅうとり松代のね、今日ね、教室とか見てきました。見てきました、どうでした。若い人いっぱい、若い人、しっかり授業やってました、中は見れませんでした、中庭の様子をこう見させていただいたりですね、
スタジオをこんな形でやったらどうかななんていう話を、うん、森田先生とね、うん、してきました。はい、そうですか。ということで、そうですか。あ、それより前にだって10日はいいんですけど、8区隣であれですよね。あ、それも真田祭りの、ね、真田祭りね。それちょっとじゃあそれも、8区ですね、はい、土曜日日曜日なんですけども真田祭りがありますね。それで実はですね、私ども松代テレビでもですね、9日の日曜日、こちらの方で、ライブを行いますんで、隣のあのセブンイレブンの ね、 そうですね、前のね、あの建物、ね、あれやった、そうですね、あのお祭りをやったところでね、はい、やりますので、はい、ぜひまたあのそちらの方も突撃インタビューやるんでしょうか。やります、ねね、はい、街を歩いてる方ですね、はい、突撃インタビューを、あ、はい、こちらです ね、 あ、 これ ね、 ね、はい、これありますね、こちらが真田十文学祭りですね、アップですね。そうですね、はい、そうですね、ぜひ私どももライブを行いますので、はい、ぜひおいでいただいて、はい、出演していただきたいと、はい、こんなふうに思います。でそれが終わったらこれこっちってことね。そうですね、はい、はい、ということで、ということで、はい、来週の真田祭り、そして、しゃべくり祭り、はい、どうぞお楽しみに。はい、よろしく。松代はあなたの街。それそれそれくり松代、また見てね。